ごご視聴ありがとうございます。山本周五郎作「長い坂」その第2回「一の一」続きから小三郎は自分の軽薄さを恥じ竹高の釣り道具を持って帰ってやったそんなことがあっても竹高はすぐに謝りこっちから誘えば山遊びにも釣りにもおとなしくついてきたものである小三郎は 三人兄弟の次男で兄は生まれるとすぐ死に下に弟の小四郎がいた小四郎はひ弱な生まれでいつもぐずぐず泣いたりすぐ風邪をひいたり腹下しもしたりしたそのためだろうか父も母も小三郎の日常にはうるさいほど気を使い特に食べ物や飲み物には神経を尖らせていた。 例えば生水は絶対に飲ませなかったし茶も必ず薄めて与えられた父や母が食べなくとも一日に一度彼の膳だけには魚か鶏の肉がついたし七日ごとに薬食いといってたら昆布とかひじきとか磨きにしんとか麦とろという麦だけの粥などを食べさせられたあなたは 安倍家の後取りですからねあなたは大事な体なのですよそういうのが母の口癖であった彼はこれらの食べ物も嫌いだったしそういう母の言葉も嫌いだった彼は6歳の頃自分の本当の父母は他にいるここにいるのは真実の父母ではないと本気で考えるようになった大沼へ魚釣りに行く時だけは 不思議なくらい父に親しさを感じたものだがそれも8歳になった年の6月彼の一生を決定するような出来事を経験した時に消えてしまったその日は父の非番にあたるので前の晩から釣り道具を調べたり母に弁当のことを命じたりしていた焼き結びに梅干しと決まっているのを 父はその度ごとにくどくどと母に注文し、母もまた初めてのことのように、辛抱強く念を押したり、聞き返したりした。彼にはそれも嫌いなことの一つであった。父は釣竿のほか何も彼には持たせない。エバ箱もビクも弁当の包みもすべて自分で持った。組屋敷を出て約七丁、アムリ町の中ほどに、 滝沢家家と山内家がある。その辺りは藩の重臣たちの屋敷町で実際には町名はないのだがいつ誰が言い始めたともなくそう呼ぶようになっていた「滝沢殿も」が手前その向こうが山内天房の屋敷でその2つの屋敷の間を右へ曲がってゆくのが大沼への道であった。けれども、 6月のそのそ朝、父と子がその道へ曲がっていった時左右の屋敷から小物が34人出てき薄笑いを浮かべながら2人の通るのをじろじろ眺めていた父と彼とは格別気にも止めずその道を歩いて行ったすると堀にかかっていた橋がきれいに取り払われているのを見つけた。 小さな名もない橋であったがそれを見た途端彼は自分の胸に穴でも開いたような衝撃を受けた彼にとっては物心のつく頃からの馴染みでありいつもそこにあったしそれを渡って大沼へ行き来していたものだ幼い彼の頭ではそれは人の手によって作られたものではなくもともとそこにあり不動であり 永久ににそこああるものであった道というものが取り外せないようにそれもまた取り外すことのできないものであった「はあ」と父が曖昧につぶやいた壊されてしまったんだなその時後ろからさっきの小物が2人近づいてきてここは滝沢様の指導であるし先ごろ帝内にご子息の学問所が建てられた。 塀に近い場所なのでこの道を通るものがあると学問の邪魔になる今後はここを通ることはならないと言ったそれは気がつきませんでした小三郎は丁寧に答えたそういうことでしたらこれからは無論慎みましょうそして会釈をしきびすを返した2人の小物がやはり薄笑いをしているのを 小三郎ははっきりと認めた「あの道は本当に元から滝沢様の通用門に使っていたものなんだ」「歩きながら父はそう弁解した大沼へ行くには近道だから使わせていただいていたのだがこれからは下町を回っていくことにしよう」「下町とは武家屋敷から町人町に入ったところでそこを回ると 倍近い距離になる。だがその距離よりもそっちへ回らせられるという屈辱感とお物などに会釈をした父に対する怒りとで口を利くこともできなかった彼にはもう大沼へ行く気持ちなど少しもなかったがおとなしく父について行きいつもの通り夕方まで釣りをした珍しく多弁になった父は 一尾鶴ごとに自慢してみせたり意味もなく世間話をしたりした小三郎は父の話すのを聞いていなかった胸に穴でも開いたような彼のまだ幼い頭では理解しにくい何かが自分の内部に生まれたことを感じながらじっと水面を見つめていた「一の二阿部の家には何度いっぱいの蔵書があった」。 小三郎の祖父の代まで七十国の表幽筆を務めてい,いその祖父の時勝ち組に落とされた落とされた理由ははっきりしないが曾祖,祖父の時代から集められたという和漢の書物はおよそ千五百冊に及び秋になって風入れをする時には商工官や透明塾の教師たちまた家中で愛書家といわれる人たちなどが 変わるがある、る。がああ見に来たものだそうである勝ち組に落ちた時蔵書はみんな持ってきたが住まいも狭くなりそういう客をもてなす経済的なゆとりもなくなったため爆書も少数ずつ順に20日も30日もかかってやったしそれも面倒になったのか3年前から何度にしまったきりであった例外として小出片正 米村聖縁の2人は時々弁当を持参できて何度にこもり勝手に望みの書物を出して読んだり筆記したりしていった小出は東明塾の教師で四0歳余り米村は仁山村の豪農の隠居で50歳を超えていた取り壊された橋を見たあの日から56日たったあるよ 小三郎が本を読んでいると父が入ってきたそこは古びた四畳半で天井には雨漏りのしみがあるし壁には幾筋ものひびが見え障子もすすけたままであった弟の小四郎はもう眠っていたから彼は小机を壁に寄せあんも肩あかりにしてあった入ってきた父親は釣り手を一つ外した茅の外の 窮屈な片隅で机に向かっている我が子の姿を不審そうな目つきでしばらく見守っていた「小三郎もう遅いぞ」と小左衛門は呼びかけた「もう四つ半すぎだ寝なさい」彼は本を見つめたまま「はい」と答えた小左衛門はちょっと黙っていてから静かに近寄って机の脇にかがんだ 小三郎と潜めた声で小左衛門は聞いた「お前何か困ったことでもあるんじゃないのか?」彼はやはり本を見つめたまま「いいえ」と答えただがその座った姿勢が緊張し反抗的になっているのを小左衛門は認めた「お前は変わった」と父親は言った私や母さんの目を 「いつも避けようとするしあまりものを言わない私から見ると何か困ったことでもあるとしか思えないんだがねそんなことは何もありませんしかし何か訳はあるんだろう」小三郎はようやく振り向き自分では微笑したつもりらしい表情で「そんなことは何もありません」とはっきり答えたそれで安心をしたものか 小左衛門は机の上を覗いて何を読んでいるのかと聞いた小三郎はそれを机の上から取って父に渡した「修暦気分」という大船のある写本で扉に「牧の七」と記してあった妙なものを読んでいるな小左衛門はざっとページをめくりながら言った借りたのかうちの本です記事文のようだが。 小左衛門はそれを机の上へ戻した「何か学問に関係があるのか小出先生に読んでおけと言われたんです」「小左衛門は立ち上がって蚊に食われるからもう寝るがいいと言った」「小三郎ははい」と答えきつく下唇を噛んだその写本は曽祖,祖父の書いたもので一冊21ページ全17巻あったそうだが 今は六巻から十五巻までしかなく他の七巻がどうなったかは不明である現に曽祖父の孫である父の小左衛門さえその写本が誰の手で書かれたものかということを知らないらしい透明塾の教師小出片正は何か知っていて何度の蔵書の中からそれを見つけ出し小三郎にも読んでおくようにと言ったが 他の七感がどうして失われたかについてはただ首を振るだけであった小三郎はまだ8歳だったがその写本には子供らしい興味を持ったそこにはこの藩にかつて起こった最悪や人情沙汰や犯罪や不祥事などが詳しく書いてあった山本周五郎を咲く「長い坂」。 その第2回1-2途中までこの続きはまた次回